学望めめも、相葉まさきだけで大荒れの24時間テレビ、と旧ジャニー1人出演でも無風の27時間テレビの劇的さ。7月20日夜6時30分から21日夜9時54分にかけて、富士テレビは毎年恒例の超大型特番、FNS27 時間テレビ日本一楽しい学園祭を放送する。 今年の総合司会は、霜降り明星とチョコレートプラネット、花子の3組。凄儀を持つ小中高生が腕前披露で全国をリレーする企画や、新しい鍵、千鳥の鬼連ちゃん闘逃走中など、富士の人気番組の特別版が放送される。例年度に多くのお笑い芸人が中心にキャスティングされていますが、複数の企画に、旧ジャニーズタレントも起用されています。 例年なら旧ジャニーズの出演は珍しい話ではありませんが、今回は昨年9月に旧ジャニーズ事務所がジャニー北川氏、去年87の課外問題を正式に認めてから初の27時間テレビ。すでにタレントのマネジメントはスタートエンターテイメントの新体制に移行済みですが、同社への逆風も依然吹いている状況にありますよね。ワイドショー関係者。 NHK は6月19日に、テレビ東京は6月27日の定例会見でタレントの新規起用見合わせの姿勢を改めて公表。そして、スタート社に対して厳しい見方をしている企業もまだまだある。一方で NHK とテレ東以外の民放は、これまでのようにスタート社、旧ジャニーズのタレントをもう普通に起用していて、それはフジテレビもそう。 27時間テレビには、合計で11人の旧ジャニーズタレントが出演することになっています。全道まず投資企画である、1 0 0トルサバイバルマラソンには、A、B、CZ の塚田良一、37が出演。優勝賞金1000万円を目指して、18人の芸能人ランナーが1 0 0トルマラソンをする企画である。著 学校かくれんぼ新しい鍵具で大人げの高校生を相手にしたかくれんぼ企画には、スノーマンのメグロレン27が出演。学帽付きで夏服を爽やかに着こなすメグロの姿が紹介されている。千鳥の鬼レンゃんの名物企画、サビだけカラオケは今回タッグモードとなっており、トラビスジャパンの松田玄太25と松倉海斗26が挑戦。 FNS 逃走中。では、山梨県の日本航空高校を舞台に27人のタレントが逃走中に挑むが、旧ジャニーズからは河合文と36ニュースの増田隆久38キスマイ f t にの千賀県と33が参戦。今夜は謎トレコラボ企画謎トレ川柳には最強スケットとしてスノーマンの安倍良平三十が出演。 芸能人が本気で考えたドッキリ GP と新しい鍵のコラボ企画ドッキリ GP× 新しい鍵にはドッキリ GP の名物タレントと化しているタイムレの菊池風磨30とスノーマンの向井工二30が出演最後に番組クライマックスで全国の高校生と挑む鍵ダンススタジアムにはスノーマンのラウール21が 応援サポーターとして出演している。まとめると、旧ジャニーズからは塚田、目黒、松田、松倉、河合、増田、千賀、安倍、菊池、向井、ラウールの11人が27時間テレビに参加することになっているのだ。生放送が始まればさらに増える可能性もあるだろう。ジャニー氏の加害問題が報じられた当初から、ジャニー氏、 事務所はともかくタレントには罪はないという空気ではあったし、27時間テレビは2014年にスマップが総合司会をしたことがあるなど、昔から良い関係性もあった。多くのファンを持つ彼らを起用することは当たり前といえば当たり前ですし、特段驚きもないため、ネット、SNS が荒れるといったこともありません。一方で、 二十七時間テレビとついのような存在である二十四時間テレビ日本テレビ系は今回嵐相葉雅紀さん41一人の起用が発表されただけで厳しい声が巻き起こっていますよね全室のワイドショー関係者7月16日に行われた二十四時間テレビ47愛は地球を救うのか八月十一日から九月一日の制作発表会見で スタート者タレントからは、相場が、保護犬トリミング、の企画に出演することが発表されている。24時間テレビ、は2003年の時をから23年の何は男子まで10年連続で、旧ジャニーズタレントを、メインパーソナリティに起用していたが、課外問題の影響もあり今回は、メインパーソナリティの枠自体が廃止になった。にもかかわらず、 旧ジャニーズタレントの相場を起用する番組の姿勢に批判の声が殺到。ジャニーズ問題でメインパーソナリティ廃止したのに、旧ジャニーズのタレント起用するの意味不明。相場ちゃん出るんじゃんメインパーソナリティじゃないからいいってこと勝手すぎないといった意見が寄せられた。そして、23年11月に系列局である日本海テレビの経営戦略局の局長。 懲戒解雇済み具が24時間テレビへの寄付金や会社の売上を着服していたという事態が発覚し、チャリティー番組としての信頼が完全に地に落ちている状況にあることもバッシングに拍車をかけている。以前から24時間テレビに対してはメインパーソナリティや番組内の2時間ドラマへの起用など、 チャリティー番組なのに、旧ジャニーズ事務所のタレントだけ中心に使い続けるというあまりにもな、密月関係に批判の声は多かった。そこに着服問題と、ダブルスタンダードとも見られてしまえる相場さんの起用が重なり、萌えに萌えている感じですよね。旧ジャニーズが11人も起用されて無風の27時間テレビと、 好感度抜群タレントでもある、相葉さん一人だけの起用でも大荒れの24時間テレビ。もちろんここまでの経緯が全く違うからですが、驚くべきさが生じてしまっていますね。前室のワイドショー関係者。富士テレビと日本テレビの夏の大型番組、話題は尽きないが、果たしてどんな放送になるだろうか。安子十五と十七時間テレビに出演するメグ 学帽めめ、良きめめの学生服と学生帽、可愛い,いなぁ似合うのよすごく、といった声が多く寄せられている。ちなみに、安子は24時間テレビにもチャリティーマラソンのランナーで出演予定。多忙ぶりに加えて、国書になるであろう今夏のマラソン企画に参加する安子には心配の声も多い。